どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は最後の不正の砦でということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで大津彩香さん側が不正があるあると言い続けて1年経った今残ったのはなんとこの3.5億と8,000万問題というところでまあありましてその特にしかも3.5億っていうよりもこの8,000万について一生懸命やってるんですよね。で これちょっとね、あの最初の方に結論っていうのかな一応言っときますけどあくまで大津彩香さんが不正があるって言ったのは4月7日の記者会見時ですよねはいなのでそれ以降に出てきたものについてはその時の不正の指摘ではないんですよねでそこからすると8000万再建問題っていうのはまあいろんな説飛んでますけど少なくとも大津さんがあの、まあ、この党をまあ乗っ取ったような状態になり まあそれで従業員等々がお金を払あの給料払えないと、まあ、その債権だと思うんですけどいずれにしてもその記者会見後に起きた話なんですよねでそしてまあ日付等々の問題あるみたいですけどねでそしてえー、っとそうすると残るはこの3.5億。 だと思うんですよねこの貸し付けみたいな話になっていくと思うんですけど、まあ、これが犯罪行為かっていうと、まあ、これが仮に、まあ、橘さんが全部借りてて返さなきゃいけなかったとしても破産完済人から直ちに返してねっつったら自己破産ということになるだけじゃないですか。まあ、いずれにしてもですねまあ最終的に残ったもので、まあ、これを刑事事件化するっていうのはほぼほぼ無理な状況で。 一体なんでこれを一生懸命主張してるのかっていうとおそらくですけどもうこれしか残ってないと <laughs> <あの> <laughs> いうことだと思うんですよ。であるがゆえにあの先日の川上さんの対談時においても、まあ、これを追求するって形で3.5億の件と、まあ、8,000万の件をやったんですよね。はい、ということなので、まあ、あの最終のなんか大掃除みたいな話でとりあえずここが。 特にに問題なければ、まあ、その不正追及については完全終了ですかねもうすでに終わってるとは思うんだけどいやだからその4月7日に言っていた不正なのは何なんですかってこといまだに提示しないので分かんないんですけど、まあ、いずれにしてもですね、まあ、これがまあ最終的に破産関済に等々も入って調べているから問題になるんだったらそれで明らかになるでしょうしならないとしたらまあ終わりチーンみたいな話ですね。 ってなるともうあの代表に残る意味も本当になくなってくるので不正がなかったら謝りますって言っていたわけですからごめんなさいをしてえっと代表を返上するという流れになるんじゃないかっていうのがまあ本来の筋なんですけどね、まあ、それはどうされるか分かりませんけど、まあ、とにかくこの問題についてですねあらゆる視点から最強弁護士完全論破という形で解説されていたので、まあ、それをご紹介していきたいというふうに思います。 はいというわけでまああのそれを解説されていたのは皆さんご存知福永弁護士ということで動画見た方もいらっしゃると思うんですけども以前も説明されて今この川上さんと立花さんのなんて言うんでしょうねそのまあ論戦と言いますかが話題になったので、まあ、それを見て改めて解説に至ったっていう感じなんですけど。 まあなんて言ううでしょうねやっぱプロがあら,あ,らあらゆる側面から話してるから非常に難しい話に仕上がってましたが私なりにね、まあ、解釈した話を今回やっていきたいって感じでまあ詳しくはね見てない方もしいらっしゃいましたら下に貼っとくんでよかったら見てくださいって感じですね。でまあ橘さんと川上氏対談で、まあ、3.5億と8,000万の件が話題になったと。でまあこれについてはですね橘さんが3.5億の件は明確に回答したと。 でもまあ川上さん納得しない。で、長谷間の件に関してはちょっと、えー、大津さん側が刑事事件化しようとしている部分があるから、まあこれについてちょっと今お話はできませんという回答だったわけで、まあ、いずれにしても、 まああの現状を説明してくださいねって言われたことに関しては明明確に全部説明したわけですよね、まあ、そこに矛盾点とかおかしいところがあったとしたら,さらに深掘りして聞いていくだったらいいんですけどまあ話がずっとかみ合わなかったので最終的に橘さんがまあ帰るということになり、まあ、私の負けでいいんでって形でそうでまあ加賀美さんはそこで勝ち時をあげて次の日はあその日もなんかあの 会食かなんかに行かれてお酒飲んでお酒はうまいっつってこれですべて解消するのかなと思ったらまた暴れてたんでその話はまた別でやりますけど <laughs> まあ、まあ、とにかくえっ、ー、とあくまで、えー、今回福永弁護士はその動画を見た範囲の中においての解説ですよねはい。ということですかねまあいずれにしても立花さんからすると川上氏に理解してもらうメリットないんじゃないかっていうふうにおっしゃっていてまあそれは確かにそうだよねっていうあの <laughs>。 <laughs> いやだからこれほんとまあまあなんか私も前から言ってますけどこういうのを聞きたいんだったらもっと早い段階で普通に立花さんに大津さんが聞きゃいいじゃんみたいなねとか。 あの会計的に疑問があるんだったら行ってここどうなってんすかって聞けばいいじゃんなのにもかかわらず、まあ、そもそもですけどね国会議員にサインしてもらう用紙を取りに来るのですらなんかボランティアの人にまで行かせてすべてが他人事なわけで、まあ、それが最大の問題だと思うんですけどしかもで川上さんがそれについておかしいと思うから対談ってなったら情報提供しますみたいな <laughs> なんでいつもそこのポジションなのかについてはよくわかりませんけどね。はい。 という形でえー、っとそうですねあと八千正家の方は刑事事件化するリスクがあるまあそれはやっぱり話すことによるリスクがあってそれっていうのはまあ罪の意識があるからとかそういう話ではなくて、まあ、昨年立さんがね、まあ、いろいろ取り調べを受けて不起訴になった検討ともあったと思うんですけど、まあ、余計なことを言うとあのそれをでは何て言うんだろうな 上げ足取られたりとかあるいは言っちゃったことによってほらこの人こういうふうに言って嘘ついてんですよみたいな感じで、ね、訴える方がねだから調べてくださいってなったら動かざるを得ない時もあったりするわけでまあ余計なことを言わないようにしてるということですねだからまあここでまあまたペラペラ喋るとですねやっぱりじゃあ操作しましょうかって話になるとまためんどくさいと いうことになるのでまあその辺含めて考えておりで話してないっていうかまあそれに面倒にならないように喋ってないだけっていうだけですねはいまあ、当然それはねまああの話さない自由っていうのはあるわけででそしてですねまず3.5個の借金の件なんですけどねまあこう,こう これは本当になんで問題視してるのか本当にいまだによく分かんないんですけど、えっ、ー、とですね、まあ、立花さんの現在の認識としては、組織対策費で、えっ、ー、と、債権、債務が、まあ、党と自分に対してない状態であると。で、まあ、仮に、まあ、あのこれが、えっ、ー、と、党側のね、まあ、債権だった場合、要求されたら、自己破産しかないよっていう、まあ、それはそうですよね、手元になかったらね。はい。まあ、 というわけでこれどちらの認識だったとしても破産完済人と協議します見といてくださいっていうのがこれを説明したんですけど納得してもらえなかったという感じですね。でそして3.5億の毛はいろいろ言われていてその一つ目が利益相反問題ですね。だからまあ会社と代表の利益が相反する事例に当たるのではないかというところですね。 はい、で、これに関しては、えー、3.5億の貸し付けは利益相反に当たるというのが、えー、と福永さんの、福永弁護士の見解でなので、総会等々で手続きを踏む必要があったということですね。で、ただ、組織対策費としてと捉えた場合はまあ、利益相反とまで言えないので、まあ、ここはだから破産管罪人等々の判断になっていくっていうところですよね。はい、で、えっ、ー、と、 あと背任横領問題も言われてますけど、これ結構言ってましたよね、川上さんがね。背任横領に当たるんじゃないんですかみたいなね、いうことで、えー、っと、これも明らかに政治活動と関係なく私腹を肥やすという場合でない限り、手続き上不備があったとしても背任横領とはならないというところですね。まあ、元々政党の代表 なわけですよねかつまあ会計責任者でもあったわけで、まあ、巨大な権力と言いますか権限が認められている方が基本的には何に使ったとしても基本的に政治活動だよって言ったら話が通っちゃうわけですよね。だから例えばですけどなんか投資商品買いましたとかねあの <laughs> なんかわかんない駐車場買ってなんかそれでこう儲けてますとかそれを個人乗にしちゃうとか、まあ、そういうわ明らかなやつですよね。だからまあ ね、いろんなお金の使い方しましたが、基本的にはそれが政治活動って言ったら通っちゃうって感じでこれは一方で大津さん側にも言える話であの服とかいっぱい買ってましたけどあれが私的なものじゃなくて例えば記者会見で来ましただから政治活動ですって言ったら通っちゃうわけでしょ、まあ、それくらい、まあ、まあまあでも破産状態いつに見るかによって違うと思うんですけど、まあ、とにかくまああれが破産 破産状態ではなくて政党の代表っていうのが正式だとするならばまあ別にね記者会見で着る洋服ですら普通に買っていいって話でまあそれはなんか見,見る人によっては私服を肥やすって見れるかもしれないけどその程度でも全然問題にならないぐらいまあ非常に広範なねあの権限が認められてるわけでだから 何て言うんだろうな。まあ、全てがブーメランで帰ってくると思うんですけどね。まあ、大津さんが何にお金をどのくらい使ったのかが分かってないんで、比較の仕様が今ないんですけど、じゃあそれ出てきたときに、全部比較するよみたいな、その、立花さんのこれはこういうふうに言ってましたよね。じゃああなたどうなんですかって一個一個詰められるわけですよ。それはまあ、債権者集会でね、きっと明らかになってくるんだと思うんですけど、はい、という形ですかね。まあ、全てブーメランで帰ってくるって話なんですけど。で、 あとはねえっ、ー、とこの「全館注意義務違反」ってやつですねまあ普通に考えたらこれ気づくでしょ責任者だったらちゃんと対応してねっていうまあそういうようなものらしいんですが、まあ、これを言ってる人あんまりいなかったと思うんですけど福永弁護士は一応この可能性もあるよねっていうことで検討して。 で、えーとまあ、これの場合は正当に存在あ損害を発生させないだけではなく内部的な手続きの整備等々にまで、まあ、及ぶらしいので、まあ、それこそ党首という党首かつ会計責任者という、ね、重要な地位にいたので、えーとまあ、これにね、まあ、特に手続きですよね。手続きに不備があったんじゃないかというのを指摘されているので、まあ、この全館中義務違反に当たる可能性はあるんだけどただ あのまあ、そもそもこの3.5億の行き先ですよね、まあ、ガーシーさんの擁、まあ、立に使ったりとか、まあ、政党の立ち上げに使ったっていうお金ですよね、まあ、損害を与えてるとは言えないどころか、むしろこういったまあリスクを取ったことによって、ですね結果として政党助成金を生んでるわけですよね。そそれをジャブジャブ使ってる側がその <laughs> 何の権限でこれ3.5億は不正だって言ってるかよくわかんないんですけど、まあ、このお金を使った頃こそ今の政党助成金が生まれてるんですよっていう、まあ、そういう関係性にあるとは思うんですけどね。はい、というわけで、まあ、とはいえ福永弁護士の見解によると一応まあ返す返すみたいなことを言ってるわけだから、まあ、貸し付けと評価される可能性は高いと。 ただそうなったとしても結局、まあ、自己破産ということになっちゃうのかなみたいなことをお話をされてましたけど、まあ、この辺はまた村岡弁護士の見解はまた別途違って、まあ、立花さんをうまく巻き込むとあの、まあ、政党っていうんですかね今ただの、ね、破産した箱なわけですけどうまく巻き込むことによって来年度以降の政党助成金を生んだりとかあるいは、えー、と今年の政党 交付金ですねまあ、N 党に入る分が申請しなかったので自民党とかいろんなところに暗分し安分されて振り分けられたんですけどそれに関しをまあ立花さんが代表とすれば返してねっていう交渉もまあ立花さんだったらできるよねとか、まあ、そういうの含めてまあ今後お金を生ん 生んでくれる存在であるのは間違いないわけで、ただ、その辺が、いや、そんなのようわからんから、まあ、俺は整理だけするんじゃっていうことになってたら、粛々と、まあ、まあ返してねって話になるでしょうし、その辺はちょっとわからないですね。まあ、その辺の意味、だからその辺も。債権者の方々が、自分たちにとって一番、どういう形がお金を返ってくるんだろうっていうので、求めていくのは、やっぱできるわけで、まあ、そのための債権者委員会が重要だって話でね。まあ、この辺はちょっとね、非常に、その、まあ、どこの視点から見るか。 によってすごい難しいとこがあるんですけどねはい、まあ、その辺がかかってくるんですごい大変ですよねその破産関材人はというふうに思いましたはいでそしてですねえっと8000万債権問題というところですねはい で、こっちの方は、立花さんは、あの、まあのま一応、刑事事件化リスクを恐れて、まあ、お話をしてないって感じですけど、まあ福永弁護士の見解によると、まあそれもないでしょっていう認識のようでしたけどね。はい、で、これについては、まあ、何なのか、ちょっとね、中身が私も聞いててよくわかんないところんですけど、基本的には従業員の給料等々のね、建、まあ、て替えに当てられたっていう認識で、ただ、そこについては、なんか日付のずれとかあるとかっていうことを、まあ、 かみさんというよりはまあ大津さん側が主張していてあとなんか通帳もね6060 60冊手に入れたけど記録がないっていうことを言ってるということなんですけどねまあここばっかりはちょっと私もそのえ,えっとスパイを潜入させたわけではないので <laughs> あの <laughs> 分かりませんみたいなねまあ大津さんに言わせると内部告発っていうことになるんでしょうけどねそれ通るんすかね本当にねあれねはいっていうところでございますと。 で,えー、っとで、この8000債権問題ですけど、まあ、本当に福永弁護士はすごくてですね、これが、まあ、存在していなかった場合としていた場合の両方で、まあ、その可能性ですね、その中でさらにいろんな可能性について検討されていて、まあ、最終的に、まあ、こんなの刑事実験化しないでしょっていうことなんですけど、えー、っとまずですね、8000万債権が存在してなかった場合ですよね。 でまあ、これがな,かないものを主張してるんじゃないかということで、まあたまあ、おっさんがというか川上氏が、まあ、詐欺とか主張していたわけですよね。でこの詐欺の構成要件としては、まあ、結構大変みたいで、まあ、だからよく聞くねあの詐,欺詐欺で立件するの大変だよみたいなことを聞くわけなんですけどだから詐欺師がなかなかね、まあ、捕まらないみたいな話がありましてでこれがハードル高いと。 なんか4つ満たさなきゃいけない。1つは、えー、詐欺ですね人を欺く行為をしそれから、えー、と被害者を錯誤させで、えー、と被害者から、まあ、財産あ被害者による交付行為財物または財産上の利益の移転の4つですねが一連の因果関係でつながっている場合なのでまあなかなか。 難しいというととうころですよねだからプロの詐欺師とかはこの辺がそうならないように1個抜いたりとかするわけですねきっとね。っていう感じでえー、っとっていうことなんですけどそもそもこの欺く行為そのものがもう成立してませんって話ですね今回の件はね。でまず、えー、っと裁判所への支払い督促に関してはこれ裁判所にやってるわけだから大津氏とか党は欺いてないからもうこれで該当しませんだそうです。終了地位みたいな感じで。 あとはえっと裁判所に対してですよね、えー、は仮に中身のないね支払い督促を取得しようとした場合でいうと、これが詐欺に当たるかと思いきや、なんと、まあ、そうなんですけど、結局実態がなければ価値がないものなので、詐欺には当たらないということみたいですね。はい、ということになるので、だから元々、もともと債権の中身がないものを要求しようが詐欺には当たらんよねっていう、まあそういうことらしいですね。はい ということで、まあ、この辺のあたりの話がねすごく難しくって、でそして、えー、とまあ、それ以外にもあと中身の内政権で仮にねまあ、今回、立花さんやってません、ね、取り下げしたんでやってないんですけど、党に対して差し押さえを実行した場合ですよね、仮に中身がないのに8000万をその まあ今回の手法で手に入れて、まあ、党のお金を、ねまあ、強制的に差し押さえした場合、どうなるかっていうと、まあ、これは窃盗の可能性が出るからどうなのかなみたいな、まあ、そのくらいの話のをされてましたね。ただ、えー、そもそも債権は回収してないのでっていうところで、それには当たらず、まあ、刑事事件かまずないでしょうという認識のようですね。で、これは債権が存在しなかった場合の話ですからね。はい でだからある場合はだから特に問題ないんですよね。はい、で、えー、とそしてあとは従業員がねこの8,000万債権の、ね、裁判所からの通知を受け取った件ってありますよね。だから登記上の住所に怒られてしまうから、まあ、これをやってた時は登記上の住所が、まあ、いわゆる立花さんが作った政党の千葉の、ねまあ、事務所に届くっていうことになっていてその後大津さんはねその登記上の住所を変えちゃうんですけど。 でまあ、だからその変えるまではあのさい裁判所にね例えば支払い督促かけたら、まあ、その通知というのがまあ党本部の方に届く千葉,、ね、千葉の事務所に届きますでそれねを、まあ、無視したらその債権が通っちゃうらしいので <laughs> まあそういうなんかう裏技みたいなやり方で債権を押さえたんですけど大津、まあ、さんがそれがまあ詐欺だとか窃盗だみたいな主張なんですかね。 っていうところがあるんですが、まあ、で、この受け取り方も問題だろうっていうようなことを言っていたんですけど、そもそも受け取るときには従業員が自分の名前で受け取りますよね。まあ、これ問題ないですよね。で、えっ、ー、と、そして、えっ、ー、と、そして、えっ、ー、と、まあ、その時に正式に大津市から受け取り業務の停止命令が出ていない限り受け取り業務は存続するって感じで、今までも当本部のその事務所に来たものをですね、 その従業員の方が受け取って何かあったらまあ党本部に届けるっていうんですかねいうお仕事をですよねをしてたわけですよねだから、えっと、昨年あ今年の斎、えっと、藤議員がねハンコ押す押さないみたいなそこで揉めてる時にリソな銀行からのいわゆるその残高証明みたいなのが届いたのもこの住所で,でこれ多分ね揉めてるから両方に送ってるんでしょうけど。 でそれを受け取って持ってきたのがまあこの従業員の方なので、まあ、ある意味ずっとその業務をやってるわけですよね。でまあ代表が変わったからといって特に命令がなければそのまま業務は続行するって当たり前の話ですよね。だからどんな会社でも社長が「はい今日から変わりました」みたいな感じではい一からみんな社長とあのな 一回やってる仕事社長変わったからして一回全部ストップして、はい、社長と一回一回あのその契約は交わすじゃないけど確認を取ってこの仕事を続けていいかどうか確認してますかっていうとしてないじゃないですか。たただ社長が変わりました で、えーと、その社長からその仕事を辞め,、ね、めてねって命令が出たら当然従わなきゃいけないんでその時点をもってして終わるわけなんですけど大津さん側からまあ特にそういうのが出てないとなると、まあ、このまま業務は続行していただろうということなので、まあ、問題ありませんという、まあ、認識のようですね。はいまあ、というところでありまして、まあ、あらゆる観点からあの見る限り、そり全く問題がないとは言って 出ないんですけど、まあいわゆるね。まあ、両方とも刑事事件化するリスクみたいなことについてはまあ、ほぼないんじゃないかという認識ですよね。だからえっ、ー、と大津,大津さん側が言うあれですよね。なんだっけ？えっ、ー、と逮捕されるとか <laughs>、そういうことではないよね。ということですし、不正とかっていう話とはちょっと遠いし、みたいなまあ、そういうお話ですよね。はい、ということでありまして。 でまああのー、で、まあ、そういうこと結構言いまくっていてそれがもう場合によっては名誉毀損に当たるやつもあると思うんですけど、まあ、いずれにせよですね今結構そういう形でいろいろ人に対して厳しく言ってるものが結構たくさんあるじゃないですかで当然これだからあの冒頭もお話し,しましたけどブーメランで全部返ってきますからね人にめちゃくちゃ倫理観を求めたりとかちゃんとやれと言いながら、まあ、結局法の隙間を縫ってですねあの <laughs> 要は 傍から見たらどう考えたってみんなが一緒に。 まあ代表のね、投機の投首は変えたかもしれないけど、そこでやらかして、返してねってことになり、党員とか再建者とか、あるいは、まあまあ、この政党を見ての関係者、ほぼほぼの9割以上の人が、まあ、大津さん、ちょっとやめてよっていう状況であるにもかかわらず、暴走し、まあ、その中で権利、あの義務は果たさず、まあ、お金だけはゲットしてたように見えるんですね、外部から見てるとね。で、その中で、いや、立花さん、不正があるんだ、こっちはホワイトなんだ、スケルトンなんだって言い続けて、 でも逆に見えるわけで, <laughs> で今後はその本当にやってきた証拠みたいなものが、まあ、破産完済人によって明らかにされていくわけですよねでそれが出てきた時にどんだけ綺麗にやっていたんですかっていうことは問われていくっていうことでありまして全てがブーメランで帰ってくるっていうことになるんだと思いますねだからおっしゃってきたことで言うとあこんなにホワイトだったのかってやっぱり言わせてほしいですよねはい、まあ、そこについてはちょっとね蓋を開けてみないとどうなるかわからない ですけどね、まあとにかくあれですかねちょっと最後の砦としては何だろうな30センチぐらいの高さですかねあの <laughs> あのちょっと <laughs> 砦になってな,ないような気がしますがはい以上でございますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね